はい、皆さんこんにちは、リアです。ちょっと久しぶりですね。はい、というわけで、今回はですね、とあるものを購入したので、また開封したいと思います。こう、いつも通り PC パーツがゲームとかじゃなくてですね、今回はまあ違うものなんですけど、まあ、買ったところはモッケイパドックという、まあ、オンラインのショップの方でご購入しました。はい。まあ、買ったもん第1号。ガンパワー。ガスですね。ガスガンのガス。134A250g というわけでね。うん。ガスガンですね。東京丸井製です。何気に798円で書いてあるっていうね。オンラインショップはなんで金から、なんで値段、値札貼ってやんだよみたいな話なんですけど。地球温暖化ガスっていうね。これフロンですね、多分。だから、フロンなんでちょっと気をつけた方がいいって。フロンって言えばね、ちょっとまあ、オゾン層破壊するがあれなんで、まあ気をつけましょう。はい。次、これ。ビビダン。ベアリング研磨 0.2g ビビダン。3400発。です。東京丸井製。これも東京丸井製だな。3400発だかな。すべての、丸いの、まあ、ガス、ガンに、まあ、あれですね、ベストマッチって書いてありますね。ベストマッチの、やつになります。はい。うん。さあ、ごめん。3400発じゃなくて、3200発だ。ごめん。間違えた。3200発入ってます。はい。まあ、ベアリング研磨っていう、ベアリング研磨だっけ？研磨だな。ベアリング研磨っていう、なんか、すごい、なんか、いい感じの、なんか、BB 弾、超高級 BB 弾らしいです。わかんないけどね。BB 弾高級か高級かないか、ちょっとわかんないけど。精密加工されてるらしいです。はい。はい。まあ、これは BB 弾。まあ、本題はこっからですよ。まあ、何かというと、まあ、これがわかったら何かが来るか、ちょっとわかる人もいるんじゃないかな、みたいな。まあ、ガン本体ですね。こちらですよ。コルトガバメント M1911A1 かな ?A1A1 わからない。まあ、あの有名なあのコルトの、まあ、コルト社の有名なあの、まあ、ベストセラーハンドガン、コルトガバメント M1911A1 としておきましょうかね。のガスガンでございます。東京丸井製です。はい。まあ、全部東京丸井でなかったのは、まあ、東京丸井で揃えたんですけどね、全部。まあね、これが1万3000円ぐらいしたっていう。まあこれが欲しかったんですよ。まあ久しぶりにちょっとモデルガンとかエアガンとかガスガンとかそういう電動ガンとか、まあ前電動ガン持ってたんだけど、だいぶ買ってなくて、これが久しぶりになります。早速開けてみましょう。おお、ちょっと高級感があるよね、これ。なんかこの箱が。取扱説明書、コルトガーメント。まあ、これは後から読みます。おー、来た。おー、なんかすげえ。なんか布みたいなんかある。かっこいい。ちょっと待って、やべえ、かっこいい。これ分かります？布みたいなのにくるまれてるっていう、なんか超高級仕様って感じですね。おー、かっこいいな。早速出してみましょう。おー、来た。なんかある。まあ、いいや。おー、かっこいい。俺、この銃一番好きなんですよ。ハンドガンの中で。なんかちょっと油かな、これなんか濡れてる。何これ。ブラスト表面仕上げ、ブラスト表面仕上げというのにされてるらしいんですよね。この製品は表面をブラスト加工した上にシリコン加工オイルを、塗ってあります。シンナー等で拭くと白くなりますのでご注意ください。その場合は、当社指定のシリコンスプレーで綺麗に拭き取ってくださいと。はい、あれですね。だから、オイル塗ってやるってことです。これがまあ、オイルですね。ちょっとティッシュかなんか拭きましょう。ちょっと。汚くはないけど、ちょっととりあえず、ぬるぬるするんで、ちょっと、まあ、拭いときましょう。うわ、ここら辺はちょっと、まあ、一応触んないで、まあ、表面だけ塗っときましょうと。はい。こんな感じでいいかな。おー、かっこいい。おー、やべえ。かっこいいな。まあ、これガス入ってないから、まあ、撃てないけど。あ、今パキッてたか。ぶんね、もう壊すな。壊すなやつ。あ、これ警告。まあ、いや、これは後から剥がす。うん。
ってどうで止めるかわかんねえんだよ。今日買ったばっかだからさ、これで止めれるだろう、これ。まあね、こういう、まあ、おなじみのガスガンですね。まあ、あれですけど、これでマガジンですね。確か26発だったかな、入る。装填数が。実弾8発に対して26発で、だいぶ3倍以上の、なんその装弾数があるっていうね。まあ、ここが、まあ、実弾と違うところですよね。ちょっと、硬いな。よいしょ。あった。これ多分発泡スチロールかなんか下に引いてあるんだ、これだ。まあね、普通の。多分こっからガス入れるんだと思いますね。じゃあこれなんだ。あ、わかんない。これがガスのなんか噴出口みたいなやつ。まあね。おー、ほら来た。ちょっと弾がないとね、こう、ロックされてる状態になっちゃうっていうね。だからどうにかしないと。これセーフティーですね。これここやってると、これをちょっと上げとくと、これこのブローバックが動かなくなるっていうね。まあ、下げてちょっと、まあ、こうしておけばいい、大丈夫と。はい、まあ本体の方ちょっと置いといて、なんかもう一個あるぞ。なんだこれ、箱みたいなのが入って、ああちょっともう、はい、終了のお知らせです。はい、なんかこの箱をもう傷つけちゃいましたおい、マジかよ。あ、分かった、これ BB 弾だBB 弾買ったからいいけどさ、さっき3200発もなんだこれ、なんか入ってるな、なんか入ってます。これなんでしょう。何これ、フォロワーストッパー。あ、なるほど。なんかマガジンにやるやつらしいです。まあどうでもいいけど。よし、空打ちをビビダンさせて、ブローバックにマガジンに装着して、あ、これいいな。あ、これは関係ないのか。まあいいや。ちょっと待って待って待って。なんかよくわかんないけど、まあいっぱいこれビビダン入ってるから、これ使おう最初に。ベアリング研磨超高級は、まあ、超高級は、また、後ほど使うんで、あ、やばい、バッテリーがなくなってきた。ちょっと待って、一旦切るね。はい、一旦切ります。はい、というわけでちょっと実際に撃ってみたいと思います。はい、まあ、弾は入ってないんですけど、撃てるようにしました。ガスも入れました。はい、それではいきます。こんな感じですね。弾は入ってない。弾入れればちゃんと BB 弾出るようになります。はい、まあね、こんな感じになります。まあマガジン抜いちゃえばガスの注入口なんで、こうなりますね。はい、というわけで、まあ今回はこれぐらいにしておきましょう。はい、というわけでね、今回は東京マルイ製のコルトガバメント M1911M1 の方のガスブロバック、東京マルイ製ですね、紹介しました。はい、それでは皆さんさようなら。実際に打ってみた動画を今度上げるかもしれません。はい、皆さんさようなら。